こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は自ずから小風の和するありです。松に吹く風の音が自然に調和して心よい響きを聞かせてくれるのを楽しんでいるということ。俗人を離れて心の静けさを保つとき、自然に耳に入ってくる仏の説法のごとき清らかな音、中国領代の武帝に重用された東光景は将来とも表現されるその美しい音を聞くために庭園いっぱいに松を植えて、その響きに耳を傾けたと言われています。それでは今から自ずから小風の和するありを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。